他の人がやればいいことは他の人がやればいいっていう考え方でやってるので、僕の作品はまあ僕しかできないっていう作品をなるべく作りたいと思って、もちろんただのアイデアだけで作ったっていうわけではなくて、今まで僕がやってきた仕事の延長上にもちろんあって、まあ、それがうまくこう展開できていくのがアーティストとしては一番いいことなんですけど、まあ、とにかく練習というか日頃から地道にやることが重要だと思いますね。あと勉強してばっかりでもダメだし、遊んでばっかりでもダメだし、まあ、何がこうペインティングにとっていいかわからないので、いろんな経験をするのも大事だと思います。